よいしょ。皆さんこんばんは。3月ラストの配信です。元気ですか皆さん。こんばんは。やっほー、こんばんは。3月ラストでございます。やばいね、2021年度が今日で終わるよ。イエーイ。新学期、新年度の始まりです。イエーイ。こんばんは。本日最終日って書いてある、桜のイベント本日最終日なんや。3月末までなのね。じゃあ桜のギフトもう終わりってこと？あ、ひろりんさん、ギフトありがとうございます。桜のさ、ここに桜がめっちゃ咲くギフト可愛かったよね。こんばんは。あ、キャロンさん道明寺ありがとうございます。春ももう終わるのか。4月になったらね、もっと暖かくなっていくよね。今日はね、雨降ってるからちょっと涼しい、夜は涼しかったけど、昼間はでも18度とかまで上がってたのかな。こんばんは。いやー今日はですね、こんばんは。4月4日の、こんばんは。4月4日のチーム4千秋楽の練習をね、家で一人で黙々とやってたんですけど、ちなみにオープニング4曲とユニットの振りは覚えました。早くない？位置はまだですけど、振りは覚えましたよ。イエーイ。昨日と今日でやればできるんよね。やればできるよね。まあ今日の夜と明日で後半を覚えていこうと思ってるんですけど、そう、マジでなんかその、ま、前やったチーム4の、あ、トメさん桜道ありがとうございます。チーム4の公演のリハ映像を見ながら覚えてるんだけど、なんかもう切なくて、なんか練習してる場合じゃないよって思ってた。この切ない気持ちを持ちながら練習なんてしてらんねえよって思ってたんですけど、なんとかやりました。でもほんとつらい。どうしよう、どうしたら頑張れるんだろう。練習、現実を受け入れられない千秋楽という。練習してるうちに見入っちゃいそうじゃない？そうなんだよね。気づいたらさ、自分のポジションのメンバーじゃなくてユイリーさん目で追ってて、あー違った、ここのフリーとかやってんだよね。バカかと思うわ。ヤチさん、ギフトありがとうございます。今日は僕らの風聞いてて泣くかと思った。あんな明るい曲でさ、泣くわけないと思ってても泣きそうになるよね。めっちゃわかります。もうだから何しめてですか。別に曲名だからじゃないですよ。元彼ですですけど、まだですね。そう、こんばんは。いやーマジで辛い。どうしたらいいですかね。本当に本当にね、チーム4、ゆりさんラブ。でもね、今回のポジション、曲中でユーリさんと目合うシーン多分一個もないかも。一個もないかもね。残念だけど。MC も違うやん。
そう、前のポジならいっぱい絡みあったんですけどね。逆に目があったら泣いちゃうんじゃない？確かに。確かにね。じゃあ逆に良かったかもしれん。こんばんは。確かにそれはそうだわ。え、それマジです。遠くにいてもは多分泣いてもいいと思うんですけど、遠くに、逆に遠くにいてもまでは泣いちゃいけないと思うんですよね。だからなんとか耐えなきゃいけないわけ。こんばんは。遠くにいてもより前に泣いたらなんだこいつなんだってなるから、絶対に我慢しなきゃいけないんだけど、我慢できる気がしないよね。こんばんは。そう、マジどうしよう、耐えれるかしら。他に泣きそうな曲あるかな。やっぱり僕らの風。なんかもうなんか全部泣けるけど。しけんさんこんばんは。全部泣けるけどどうする、それに関してはって感じ。なんか歌詞とか曲調とか関係なく全然泣けるけど。マンゴーとか泣ける？ごめん、マンゴーは泣けないわ。ごめん、マンゴーは泣けないかも。ごめん、それはちょっと無理かもしれん。マンゴーはちょっと楽しくなっちゃうからな。マンゴーマンゴーの罰で行こう、甘い甘いフルーツのリズム、リップクリームなんて捨てて人気のルージュ行きたい。ミラさん、ギフトありがとうございます。嬉しい、イエイ。よいしょ、こんばんは。こんばんは。遠くにいても客席も高級になりそう。いやー、なるよね。えぐ泣きそう。サトちゃん、ギフトありがとうございます。こんばんは。いやー、マジでね。あ、そうだ、そういえば福岡セイナさんのラジオにね、4月の5日、チーム4公演の次の日に出演させていただきます。なんかさ、急にさ、マネージャーさんから連絡来て、私びっくりして、なんかセイちゃんさんとゆっくりお話ししたことはなくって、でもこの前のね、舞台とか見に来てくれてたんですけど、ありがたいね。そう、でもあと、コンサート中止になっちゃったけど、コンサートのリハの時とかにちょこっとお話しさせていただくこととかあったりしたけど、ゆっくりお話しするさせていただくのすごい初めてだし、あのすごくね、なんていうの、話しやすいなって、もうちょっと話しただけでもすごい印象的だったので、すごい楽しみです。クロスFMさん2回目かな、ももちゃんのラジオに1回呼んでいただいて以来なので、イエイ。みんな4月5日は渋谷に集合。なんかそう、観覧ね、そうできるらしいので、そう、こんなご時世ですが、ありがたいことに今回観覧できるらしいのでね、もしお時間合えば、そう、それこそ仕事終わりとかに来ていただけたらと思います。そう、3連チャンでお仕事です、楽しみ。でも多分、あ、やすさんギフトありがとうございます。多分めっちゃ目腫れてると思うんですけど、4月5日とかめっちゃブスかもしれん。4月5日、ごめん、それはちょっと許してほしいわ。こんばんは。めっじゃ冷やして腫れないように頑張りたいけど、多分無理なんで、ちょっとめっちゃブスかもしれないけど、ちょっとそれも踏まえて、ちょっと配信見たり、現地に足運んでいただければと思うんですけど、マジでブスかも。おえつするほど泣いてると思うから、ちょっとあれですけど、サングラスしてこう、許されるかな許
許されるかな、めっちゃ先輩にサングラスしてラジオ行ったら伝説になっちゃうけど大丈夫かしらそれは。ねえ、ちょっと伝説になっちゃうのは嫌なので、あのしないでいこうと思うんですけど、鳥親父さんかな、ギフトありがとうございます、イエイありがとう。初見さん、はじめまして。ラジオ出るの好きですか？私ね、おしゃべり大好きなのでね、ラジオめっちゃ好きです。いつかラジオ、自分のカムリラジオ欲しいなっていうぐらいには好きですね。ラジオ大好き。なんで4月の頭すごい盛りだくさんなんですけど、まあそのすぐ後にね、お話し会ありますのでね、いっぱい感想聞かせてください。すべての感想を聞かせてください。よろしくお願いします。待ってます。いやー嬉しいね、お仕事もりもりでめっちゃ楽しみ。4月3日はコンサート、4月4日はチーム4公演、4月5日はせいちゃんさんのラジオ、イエイ。でその週末にはお話し会ということで、こんなにさ、なんかカレンダーが埋まってんの嬉しいんだけど、最高では、頑張ります、イエイ。2番目でもいいのの感想を話したい、ああ聞きたいです、はい、お待ちしてますね。今夜は帰らないもある、あ、今夜帰らないもう発表されてますか、メンバー。そうなんです、4月4日放送の今夜は帰らない、あの出てるんで2日連続ラジオちゃんなんですけど、みんなそちらも聞いてくださいね、もう盛りだくさんですから。いい、3、4、5と盛りだくさんですから、皆さんあのよろしくお願いします。4月は飽きさせないですね。ねえ、ありがたし。まあ、むしろ2月3月と結構皆さんを、私がね稽古で あんまりこう外に出るお仕事なかったので皆さんお待たせしていたので、ちょっとあの3月末から4月頭ちょっとグッとグッとなっておりますし、まあまた4月の後半はね、キスバイエイトの稽古で忙しくなっちゃうと思うのでね、ちょっとまたちょっと寂しい思いさせちゃうかもしれないんですけど、まあお話し会はありますしね、ちょっと全体的にお仕事がグッとしがちなんですけど、皆さんちょっとね、ついてきていただければと思いますけれども、誕生日にサリハイシムリと幸せ、あー誕生日おめでとう、そうバースデーメールありがとうございます、メール取っていただいて、こんばんは。いつか間に合ったうちは持って駆けつけるよ、あーありがとうございます。そう、もうこんな急にね決まって、そうこんなに急に決まったのに、こうなんていうんですか、配信見ようとか駆けつけようってこうしてくださる、もう気持ちが嬉しいです。こんばんは。なんか本当にさ、しきれないよね、感謝なんてしてもしても、届いてるのかしらって感じですけど、少しでも届いていればいいなと思っておりますけれど、これ以上寂しくさせたのはなくでも結構なんて言うんですか、今までの私を考えると結構何ですか、お仕事たくさんであれして、お仕事たくさんで今活動させてもらってるんで割とあれかとは思うんですけれども、頑張りますね、もっと出れるようにいろいろ。かぼちゃ先生、結婚してきてありがとうございます。可愛いから押して押しまくる、ありがとう。不足分回収しに行かないと、もう吸引力を高めていっぱい回収してください皆さん。よいしょ。
4月も頑張ります。4月ね、ほんと後半から稽古始まるんで、一旦実家に帰れたらなと思ってたんですけど、帰る間もなさそうそう、結構ありがたいことにね、もりもりなので帰る余裕はなさそうなので、強い心で頑張っていきたいと思います。最近ね、結構実家に帰りたいなって思うことが多いんですけど、帰れないぐらい忙しいって幸せですね。ね、でも仕事だけじゃなくて、私のみんなと一緒に向上させたコミュ力を駆使して、なんかいろんな人とのご飯が決まってる予定にあるんだ。みんなのおかげ、みんなとショールームでコミュ力向上会議したおかげで、めっちゃ誘いまくってるよ。すごくない？私が人とご飯を食べに行くなんて奇跡なんですけど、みんなのおかげ、イエーイ、ありがたいですね。なんかさあ、ごめん、話今すごい変わるわまたやろうとしてる話、ゴンガエ。なんかさ、ウルフにしたいなと思ってさ、伸ばしてるんだけどさ、髪の毛さ、こうやって耳にかけるとちょっとウルフっぽくない？今襟足長いから、ウルフにしたいぜ。そう、この前病院行った時、ウルフにしたいから襟足切んないでって言ったんだよね、病室さんに。そう、わかんない、でも伸ばしている最中にやっぱウルフ違うわってなってやんないかもしれないけど、今はとりあえずウルフのために頑張って伸ばしています。そうなんですね。こんばんは。舞台があって充実してたってのもあると思うけど、最近なんかこう危険だし、より明るくなった気がする。いや本当に、そう、ちょっとごめん、声でかくなっちゃった。みんなイヤホンで聞いてた、みんな耳ごめんねいや本当にね、思ってるんですけど、この2番目でもいいのの舞台期間、稽古と本番合わせた舞台期間中、一回も止まなかったんですよね。私が1ヶ月半以上も一度も止まなかったの、マジ初めてじゃないかってぐらい、すごく調子のいい2月3月でして、そうハッピーですハッピーです。やっぱハッピーだと周りもハッピーになって、ハッピーが伝染していくからすごくいいよね。ショールームもハッピーな時、明らかにハッピーじゃない時よりなんかおもろい会話っていうか話してる気がするんだよね。髪色いい感じで、ありがとう、陽気に近づいてる。いや、そうなんですよ。なのでハッピーオーラをこれからも出していきたいと思います。明日から小麦粉もインスタも値段が上がります。困りますね。いや本当に困る。でもさ、今冷蔵庫さ、パンの材料でパンパンなんだよねなんか値段上がるしと思って、なんか大きめの粉買ったせいでさ、冷蔵庫パンパンすぎてさ、今なんかさ、一人暮らしの人とは思えないサイズの冷蔵庫、 2,3 人用のさ、割とファミリー向けの冷蔵庫を買ったはずなのにさ、なんか冷蔵庫も野菜室も冷凍室も全部パンパンでさ、なんか頭を悩ませてるんだよね。なんでこんないっぱいなんだろうと思って、一人暮らしの冷蔵庫じゃねえよと思いながら、なんか、首をかしげてる
うんうんって何でこんなパンパンなんだろうみたいな、全然入れるとこないんだけどと思ってさ、不思議です。冷蔵庫の中身をこう開けたいなと思ってもさ、全部さ材料でさ、なんかそのすぐ食べれるものだったらいいんですけど、全部材料だから何かをこう生成しないと冷蔵庫は開かないわけだから、当分開くことはないんだろうなと思って、そう高橋さやかちゃんの七不思議がまた一つ増えてしまいました。一人暮らしなのに冷蔵庫がパンパンっていう、不思議ですね、マジで不思議。なんかなんで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 すか本当に。でもお腹空いちゃった、こんな時間なのに最悪。あ、そうだ、あの残ってるあのスタバのフードチケット、今日駆け込みであのなんだっけフルーツケーキみたいなやつ、期間限定のケーキみたいなやつと買えてきました。あぶねえ、使い切れてよかったぜベイベー。あとなんかスタバカードになんとなくチャージしちゃったからまた行こうと思うそう、なんかスタバまたちょっと行きたいなと思って。いやなんかさ、舞台で共演した松本恵子さんとマユシーさんがめっちゃスタバ好きでめっちゃ飲んでって、あなんか行きたいなと思って、ちょっとチャージしたらスタバ行けるかな、行く気起きるかなと思ってちょっとチャージしてみたそう、こんばんは、主権です。主権さんありがとうございます。スタバカードにチャージしてみました。いやゆずきちゃんと次の約束はした。あ、でもしたよ。もう日程もほぼ確で。そうそうそう。なんと行動力のある高橋さやかでしょうか。お祝いだね。そう。こう約束今あるよ、嬉しい、頑張れるね、いろんなことが。なんか友達がいるってこんなに人生豊かになるんだと思って、なんか私がさよくさメンタルいかれるの友達がさ少ないからっていうのも一因だったんじゃないかって最近思ってんだよねそうね、友達がいるとメンタルって安定するんだと思って、やっぱ友達作んなきゃいけないじゃんって思ったね。そうそうそう、なんかよく言うじゃん、メンタルなんだ、誰か何物とか人とか何かに依存するとそれに比例してメンタルがこう上下浮き沈みしやすいけど、いろんなところにこう分散させるといいっていうじゃないですか。ほんまにそれやわと思って、こんばんは。そう、やっぱ話を聞いてもらうって大事なんだなって思いました。こんばんは。一人寂しくオタクしてた頃は、ああ星になってるけど、オタ友、うん？オタ仲間の方々と出会ってからいたかなって、いやそうですよね。やっぱ共有って大事だよね。急な関西弁笑った。え、いつ言ってた？待ってさ、今関西弁言おうと思って言ってないわ。待ってさ、なんて言った？ええ、ちょっと待ってナチュラルに関西弁出ることあんの？おもろ。人と会話するのいいよね。いいね、何気ない会話いいですね。サイリンベーカリー忙しくて回転できない。確かに、それこそイマジナリーフレンドにならなくてよかった。え、でもさ、イマジナリーフレンド的なものできたことない。なんかぬいぐるみに話しかけるとかさ、そういうのしたことない。なんか怖いじゃん。なんかメリーちゃんみたいにさ可愛い子が出てくるんだったらいいけどさ、普通にさぬいぐるみが自我を持ったら怖いからさ絶対話しかけられない。無理だね。
マジナリーフレンドちょっと怖くて無理です。なんかチャッキーみたいになりそうじゃん。こんばんは。家職場以外に第三の居場所は絶対必要。確かに必要だね。実家に泊まりに行く、泊まりに来てもらうくらいの友達作ろう。まずさ、一人暮らしの家からじゃない？泊まりに行くとか中学校の時の友達以来したことないな。そう、自分飼い猫によく話しかける。あ、でも動物だったらやってたかもね。うん、猫とか犬とかもし飼ってたらとは喋ってたかもしれない。もうだってあの自我があるじゃん、だからいいけど、ちょっとぬいぐるみは怖いよね。こんばんは。あとなんかでもぬいぐるみに自我があったら怖いとか言いつつ、ぬいぐるみをそのメリーちゃんみたいにボコボコにしたりとかもうできない、かわいそうになっちゃって。自我があったら怖いなって言いつつ、なんか自我があるものとして扱ってるからなんかもう不思議なことになってる。おーみたいな。ぬいぐるみなんか持ってますか？それね、めっちゃ持ってんの。クマのプーさんのぬいぐるみ持ちまくってる。まあ今こっちの家には一匹しかいないけど、実家に数えきれないぐらいいますね。ぬいぐるみぷーちゃん、急な感染病はほんまにそれやわ。やば、言ってました。あら、まあ関西弁好きすぎるね。関西弁好きすぎてナチュラルに染みつこうとしてるね、体に。やばいわ。やばないとかも関西弁だもんね、多分ね。エイトくんは3つとかかな。エイトくんぬいぐるみそんな多くないんですよね、私。そう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 、エイト君のあのでっかいやつ欲しいよね、こんぐらいのやつ。これぐらいのあのキーホルダーサイズのしか持ってないけど、これぐらいのやつ家に一体欲しいよね、エイト君。待って、めっちゃお腹すいた。今日まともな食事してないんだよな。我慢して明日の朝のご飯を楽しみにしよう。そう、今日ね、そうなんですよね。今日なんかなんて言うんですか、夕方甘いもの食べる予定があったんで、甘いもの食べるために朝昼我慢して、まあ、昼サラダだけ食べたんですけど、そう、だから昼サラダ夜ケーキみたいな食事しかしてないから。ちょっと痩せなきゃいけなくて、でもどうしてもケーキ食べる予定あったから、なんかゴミみたいな食事しちゃった。大丈夫、明日は健康的な食事する、肉食べるから大丈夫だよ、みんな安心して。さらに夜遅くは食べないよね。なんか夜遅く食べようって気にならないんだよね。そう、なんか理性がちゃんと働く。まあみんな安心してください。明日は野菜と米は食わないかもしれない。炭水化物はオートミールになりそうだけど、まあ炭水化物と野菜と肉食べるんで、みんな安心してね。健康的な食事するわ。こんばんは。今日どれぐらい歩いたかな。今日でもそんな外歩いてない気がする。違う、これは睡眠だ、運動。あ、でも6000歩も歩いてる。意外と歩いてますね今日。いいじゃないですか、意外と歩いてたわ。
オートミール美味しい。私はオートミール好きですね、結構。こんばんは。結構好きですよ。こんばんは。今の髪型にピアス似合いそう。あ、本当ですか？多分開けないけどね。イヤリングで我慢してください。イヤリング、イヤリングよ。ちょうど目の前にイヤリングポーチがあった。つけてみます、イヤリング。確かに、でも髪短いと耳が出るからさ、可愛いよね。髪長いときイヤリングつけてても見えなかったからな。どうですか、似合いますか？なんかピアスっぽいイヤリングを今選んでみたんだけど、どうかしら。オレンジにしたら本当明るく見えるか、嬉しい。オレンジ意外といい感じですよね。でなんかオレンジ、オレンジにしちゃうと似合わない衣装が出てきちゃうなと思って、これちょっと茶色っぽいオレンジにしましたよ。嬉しい、みんなが褒めてくれる、ハッピーハッピーハッピー、かわいい、いいね。急に女っぽくなった確かにちょっとボーイッシュな感じするもんね今ね。え、オレンジめっちゃいいよね。赤も良かったけど、オレンジも良かったし、ピンクもやりたいし。このイヤリングはそうプレゼントでいただきました。私のイヤリングポーチは結構半分以上もらったものかな。一目惚れして買ったものも結構入ってるけどね。あんまイヤリングしないんだよね。したらいいのにね。待って、お腹すいたんだけど。今日は寝れるかな、この空腹で。ちょっと後でほじ茶ラテ一杯ぐらい飲んどこうかな。温かいもので、暖かくてちょっと甘いものでお腹をまひらせて寝よう。こんばんは。お腹減ったけど耐える、一緒に耐えようね、頑張ろう。いやー、でもなんかそうだな、ごめん、でもなんかが最近口癖かもしれん。でもってよくないよね、否定から入るの。でも口癖にするのやめたい。自分は仕事終わって今晩ご飯、すいません。いやいや、お仕事お疲れさん、こんな遅い時間にご飯だなんて大変。こんばんは。大変だわ。我慢して寝て起きた後の朝食は格別。でもさ、たまにさ、空腹すぎて目覚めるときありません？うわー、お腹すいたーって目覚める。そう、これあると思う。明日から初移動部署で胃が痛いです。うわー、緊張しそう。でも大丈夫、頑張ってね。今日はマックで桜餅パイを食べちゃった。え、桜餅パイなんて今出てんの？食べた、めっちゃ食べたいわ。ジム週4号で通ってる。え、めっちゃ偉いんだけど、すごっ。そう、でもなんか食事制限の方が体重は落ちるけど筋肉も落ちるし痩せにくい体になるから、運動した方がいいね。なんか体重を減らすより見た目を筋トレとかで引き締める方が絶対に体にはいいしね。頑張ります。でもさ、もう最近めっちゃ筋トレ頑張ってるよ。そう、筋トレ頑張ってる。チーム4の千秋楽に向けてちょっと筋トレ頑張っています。応援してください。夜に小腹すいたらミニカップ麺とか食べたくならない。え、それなったことないよ。なんかさ、夜中のカップラーメンが美味しいってよく言うじゃないですか。夜中にカップラーメン食べたいと思ったこと人生で一度もないんだよね。そう、
生まれてこの方一度もない。夜中にカップラーメン食べたいって時。夜中ないな。夜中に何かを食べたくなることが基本ないかも。なんかお腹空いちゃったなって時はあるけど、うわあれが食べたいってのはないかもね。夜勤中の明け方に食べるラーメンマジで美味しい。うわ染みそうだね、体に染み渡りそう。いやまあ夜勤明けの明け方はなんかあのなんて言うんですか、まあ、朝なんで大丈夫ですよもう朝なんで、うん、ってことにしよう。大丈夫大丈夫、いける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 。小麦粉が 40% 値上げするかも。マジそんな上がんの。パン作りの趣味落ち着きそうだね。それはさすがに財布が空っぽになっちまうわ。お腹空いた時ヤクルト飲むとなんか落ち着く。おお待って、それさヤクルト買ってある気がする。めっちゃ忘れてた。待ってみよう。あるわ。めっちゃ賞味期限切れそうなんだけど飲もう。待って、今のコメントなかったさ、冷蔵庫に眠らせるところだった、賞味期限切るところだった。ヤクルトハーフ、カロリーハーフ、25キロカロリー、賞味期限あと2日ぐらいだった。危ね危ねー。はじめましてはじめまして、嬉しい初めての方。えすごいびっくり、マジ思い出せてよかった。マジでもうさ冷蔵庫パンパンだからさ、もう目に入ってないんだよね多分。めっちゃ忘れてた。イエイ、腸の調子整えよう。飲みます。待機中に酸素は 21% さん名前の癖強い。キフトありがとうございます。そうですね、酸素は 21% ですね。よいしょ、うまっ。なんかこの前さツイッターでモデルの富永愛さんがさ、なんか甘いものが食べたくなったらヤクルト飲んでるって言ってて、ヤクルト買ったんだよね。めっちゃ忘れてたよね最近なんか甘いもの食べたいなって思う瞬間があまりなかったから、ヤクルトのことなんて何も覚えてなかった。そうでも多少気にしてカロリーハーフ買いました。美味しい。やっぱ味があるものをちょっと口にするとさ、空腹感めっちゃ紛れるよね。こんな65ミリリットルでも。ヤクルトってよく振らないと舌の固まったの溶けなくて気にならない？ね、言われてね気になった。飲み終わってから気になった。なんか残ってんなと思って。そう。振って飲むんだって今読んで思ったそう今度から振って飲みます。そうちょっと間に合ってなかった気づくのが遅かった。乳酸菌量は上下逆さにして保存するというよし。そうなの？あとで逆さにしとくね。しげさんこんばんは。確かにカルピスもこうやってから飲むよね。何回か下にねこずんでるよね、白いやつがね。乳酸菌かなあれは。なんだ、なんですかねあれは。ちょっとわかんないですけど、多分乳酸菌だろあれ乳酸菌。昔ヤクルトジョア、ジョアね
何回か何度かなるかも。そういや明日エイプリルフール。エイプリルフール毎年何の嘘もつかないで終わってるんだよね。何がいいと思う明日。明日何もないな。なんかさ、ツイッターとかでさ、エイプリルフールネタたくさんあるじゃないですか。あれってさ、なんか面白さがさ、如実に現れるじゃないですか。だからうわ、サリンつまんなって思われたくなくて毎年何もツイートしない。そう。サリンつまんないんだけどって思われたくなさすぎてツイート何もしないで終わるんだよねいつも。そう。でもツイッターでめっちゃおもろいツイートする人とかさ、いっぱいいるからさ、マジで才能あるなって思うね。なんかなんていうんですか、あの芸人さんが持ってるようなその面白さねないんですよね。そのなんていうんだ、ユーモア、ユーモアが足りない私には。そう、ユーモアが足りません。その感じで11時になりますし、そろそろ終わりにしますかね。明日は金曜日、明日もお仕事ですね。私も明日はレッスンがあるので、まあ夜レッスンあるんで、午前中昼間は公演の練習して、夜はコンサートのリハして頑張ります。明日はね、結構レッスンが夜遅いけど、昼間にショールームする元気は多分ないだろうから、遅い時間、今日みたいな時間に配信することになるかなと思います。頑張ります。今日誕生日、お、お誕生日おめでとう。今日誕生日の人2人もおる、イエイ。頑張ります。なんで夜ちょっと配信遅い時間かなと思うんですけど、遊びに来てもらえたらと思います。じゃあランキング読みます。13位とても研究さん、ありがとうございます。12位ムッティさん、ありがとうございます。11位ピアノマンさん、ありがとうございます。10位ともちさん、ありがとうございます。9位はさっぴさん、ありがとうございます。8位やすさん、ありがとうございます。7位ミイラさん、ありがとうございます。6位かぼちゃ先生、ありがとうございます。5位ひらりんさん、ありがとうございます。ゆうえつさん、ありがとうございます。3位さとちゃん、ありがとうございます。2位ケロンさん、ありがとうございます。そして1位はとめさん、ありがとうございます。イエイ。ということで皆さんも早く寝てくださいね。せいちゃんさんのラジオも皆さんよろしくお願いします。ではまたねー、おやすみー。